雪道は怖いぜ。マリサ頑張って。ヨウムも雪道は運転したくないにょん。おう。前の車との距離に気をつけて走るぜ。まったく二人ともだらしないわね。不安なら私が運転を代わってあげるわよ。絶対ダメにょん。まったく。誰のために頑張ってると思ってるんだぜ。いやー、今年の冬は暖かいな。本当にねー、今年は冬らしいこと何もしてないわね。確かになー、雪も全然降らないから雪遊びもできないしなー。寒くなくてヨウムは嬉しいにょん。確かにそうなんだけど、季節感がなくて面白くないわ。そうは言ってもなー。うーん、そうだ、雪国に旅行に行かない？お、いいにょんね。賛成だぜ、雪道だし、電車で行こうぜ。ごめん。この前のこともあって電車はしばらく乗りたくないのよ。ああ、まあ仕方ないか。というわけで、運転お願いね二人とも。ヨウムは雪道は怖くて運転したくないにょん。私もだぜ。バスにしないか？最近あんたたちなんだか忙しそうであんまり遊べてないじゃない。久しぶりにドライブなんかしながらワイワイしたいのよ。霊夢。よし、わかったぜ。私に運転は任せろ。ありがとうマリサ。早速日程とか場所を調べるわよ。それで、旅行の予定はどうなってるんだぜ？しおりなんて作ったのぜ。気合入っちゃってね。おほん、発表するわね。まず今日は夕方くらいの到着になるから、近くの観光と雪祭りを見に行くわ。おう、楽しみだにょん。それで旅館に一泊して、明日は、スキー場に行きましょう。へえ、スキーなんて久しぶりだぜ。怪我に気をつけないと。私はスノーボードに挑戦してみるわ。いや、ヨウムもスノーボードにするにょん。すごいな、雪の壁だぜ。大丈夫だし、もう少しで着くと思うわ。着いたわ、冬を満喫するわよ。おい、あんまりはしゃぐと転ぶ。霊夢。こんなに雪で遊んだの初めてにょん。そうだな、住んでる人は大変なんだろうけど、遊ぶのには最高だぜ。明日もあるし、今日はそろそろ宿に向かいましょう。いいお湯だったわねー。こんな寒い中、露天風呂に入るのなんて久しぶりだったぜ。遠くまで来てよかったにょんね。ねえねえ、お姉ちゃんたち、どこから来たの？お、私たち丸県からだぜ。そうなんだ、この辺は雪が多いからびっくりしたでしょ。あなたはこの辺りの子なの？そうだよ、この旅館はあたいのばあちゃんの旅館なんだ。あ、あたいはチルノって言うんだ、よろしくね。元気な子だにょん。私はマリサ、赤いのが霊夢で白いのがヨウムだ。よろしくだぜ。またその紹介の仕方、まあいいわ、よろしくね。お姉ちゃんたちの住んでるところはどんなところなの？そうにょんね。面白そう、いつか行ってみたい。おう、その時はいろいろ案内してやるのぜ。あ、もうこんな時間、おばあちゃんのお手伝いに行かなきゃ。頑張るにょんよ、お姉ちゃんたち。明日は何するの？近くのスキー場に行く予定よ。あ、あたいも。一緒に行ったりしたら邪魔かな？全然構わないのぜ。本当？ただ私たちは初心者同然だから多分退屈しちゃうわよ。平気よ、あたいがレクチャーしてやる。あの山はあたいの庭みたいなもんだからね。冬山登山に来る人もいるんだよ。それは頼もしいにょん。それじゃ、また明日。よし、
なんとか滑れるようになってきたにゃん。もうだいぶヘトヘトだけどな。二人ともなかなか筋がいいわね。このスキー場はコースから外れると急なところが多いから気をつけてね。わかったにゃん。それに引き換え、避けてレイムも運動は得意なんだけどな。コツをつかんだら一気に上手くなるタイプにゃん。レイム頑張って。おふう、もう限界だ。ご飯食べて休もうぜ。そうだにゃんね。降りたところにヒュッテがあるからそこに行こう。よし、じゃあ行きましょ。って、こっちは危ない。レイム。ああ、みんな。ここは。は、マリサ、ヨウム。いたわ。二人とも起きて。大丈夫、怪我とかない？ヨウムも大丈夫だにゃん。ここは？わからないわ。戻るのは大変そうだな。そうね。迂回して戻りましょ。どっちに行けばいいかわからないにゃん。こんな吹雪の中、ここで黙っているのは危ないのぜ。とりあえず下ろうにゃん。あれ見て。でかした。とりあえず避難小屋に向かおうぜ。あれ、誰か来るにゃん。こんな吹雪の中で登山してるのぜ。もしかしたら遭難なんじゃないかにゃん。声をかけてみるわ。大丈夫ですか。避難小屋はあっちですよ。後で行く。この天候で後でってこともないでしょう。変わった人たちだにゃん。何か事情があるんだろう。私たちは避難小屋に行ってみようぜ。あれじゃないか？もう少しだにゃん。あれ？うっすらと足跡が見えるわ。誰かいるのかしら？いやー、これでなんとか吹雪は防げるぜ。とはいえこれからどうするか。もう暗くなってきたし、今夜はここで過ごして明日帰ろうにゃん。誰もいないわね。うわ、びっくりにゃん。誰か来たのかにゃん。なんだチルノか。びっくりしたぜ。上から何度呼びかけても返事しないし、もしかしたら登山道に入って迷ってるのかと思って見に来たのよ。足跡があったからなんとか見つけられたわ。この吹雪の中、一人で来たの？天気は快晴だったわ。だから足跡を辿ってこれたんだし。さっきまで吹雪だったにゃんよ。だからここに避難しにしたにゃん。そんなわけ。ほら。嘘。さっきまであんなに。とにかく今はこの天候だし、やっぱり今夜はここで乗り切らないと。寒いにゃん。体を温めたいにゃん。ここは緊急用の避難小屋でね、電気も通ってないし、暖房器具や照明なんかは準備されてないんだ。なんかいい方法ないのぜ。いいこと思いついたわ。なんだぜ。まず、部屋の四隅にみんながそれぞれが待機して、そこから壁伝いに歩いて次の人にタッチしてみんなでリレーをするのよ。それだったら体も動かして温まるし、誰かに異変があったらすぐ気づくにゃん。霊夢ったら天才ね。一晩ならなんとか頑張れるかな。よし、みんな移動して。みんな、準備はいい？いいのぜ。大丈夫にゃん。いつでもいいわ。体力の消耗を抑えるために余計な会話はなるべく控えましょう。本当くらいは、ぼんやりしか見えない。誰かいるわね。タッチ。
2周目行きましょう。やばいわ。体は温まっててたけどそれは疲れるわ。みんな、大丈夫？おう、言い出しっぺで悪いんだけど私もう疲れが限界。一度部屋の中央に集まって休まない？ヨウムも疲れたから賛成にょん。じゃあ行くよ。よく考えたらただでさえスキーやスノボーで疲れてたわね。一晩通しては無理だったわね。ああ、甘かったな。でも体は温まったぜ。あたいは寒さも体力も全然平気よ。さすが地元の子は違うのぜ。休憩して、また体が冷えたら再開しようにょん。あ、ここに来る前に会ったあの登山者の人たち大丈夫だったかな？後でって言ってたけど。え？ああ、いたな。ちょっと待って、この吹雪の中登山してる人がいたの。そうよ、話しかけても一度無視されたけど、もう一度声をかけて避難小屋の場所を伝えたら後で行くってね。それって、どうしたにょん？霊夢さんたち、冬山のタブーって聞いたことある？わからないわ。じゃあお話しするね。冬山のタブーってのは一部の雪山登山者の間で言われていることでね、登山の途中に別なパーティーに出くわすことがたまにあるんだけど、そういった場合はお互いに簡単な挨拶をするのが普通なのね。それで反応がないようなら引いて呼び止めようとしちゃダメなの。なぜなら猛吹雪の中ではかつて遭難してしまった死者たちを見出してしまうことがあるの。彼らは軽い挨拶程度ではこちらに気づかないわ。だけど強く呼びかけたり、振り返って彼らに声をかけたりすると、彼らはこちらに気づいて自分たちを助けてもらおうとしつこく付きまとうようになるの。まさか私たちが出会ったのは、死者たちかもしれない。この山に避難小屋ができたのは冬山の登山者が増えて、遭難して亡くなる人が出てきたからなんだ。あたいのおじさんもこの山で亡くなってる。山男って感じで強くて優しくて、人を驚かすのが好きな面白い人だったんだ。そうなんだにょん。暗い話してごめん。なんか楽しい話聞かせて。任せなさい、私、実は人気タレントなのよ。ぜひ、何を言ってやがるのぜ。ヨウムもだにょん。おい、調子に乗るなバカども。あはは。どういう子？え？こんな吹雪の夜に誰が避難しに来た人？それとも、鍵はかかってないんだ。普通の人なら開けて入ってくるはずだぜ。だよ、開けて。この声、さっきの、開けちゃダメ。開けろ、入れろ。いなくなった。にょん。油断は禁物だぜ。朝まで頑張りましょう。うん。誰かいますか？はい。捜索隊の者です。開けますよ。はいですにょん。ジルノさんはいますか？あたいです。宿のおかみさんから捜索願いが出てまして。他の方はもしかして宿に戻られていないと宿泊客の。多分それは私たちです。ということがあってな。相変わらず霊夢さんの周りではいろんなことがありますね。オカルト番組を作るときにはぜひ協力を仰ぎたいですが、この前みたいに危なすぎてお蔵入りになりそうな予感がします。そうかもな。ねえ、どうしたんだぜパチュリー。避難小屋って本当にあなたたち4人しかいなかったのかしら？どういうことだぜ？あなたたちがやったタッチしていく方法なんだけど、気づかない？ 4 人じゃ足りないのよ。なんだぜ、説明してくれないか？その方法だとね、1人目は2人目の場所へと移動しているから、4人目は2人分移動しないと1人目にタッチすることができないのよ。2人分を移動する人物は周回ごとに1人ずつずれていくから、必ず誰か気づくはずなんだけど、その様子がなかったってことは。本当だぜ。でも、私たちを助けてくれてたってことなんだぜ。確かにそうですね。ところで話は変わるけど、私たちを呼んだのはどうして？ああ、二人にお願いがあってな。お願い？なんでしょう？パチュリーにお願いしたいのはこの前の書庫をもう一度借りたいんだ。わかったわ。また調べ物ね、私も手伝うわ。キメイマルには、探してほしい人がいるんだ。探してほしい？どなたですか？名前はスワコ、サナエの同郷の人だぜ。